ファーンボロー国際航空ショーが2024年7月22日から26日の期間で開催されたね。このショーの席上、イギリスの BAE システムズが次期戦闘機の実物大のコンセプトモデルを発表し、そのデザインが画期的という情報が入ってきたな。今回は、そんな F3 戦闘機開発が実物大をモックアップで開発加速について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イングランド南部のハンプシャー州、ファーンボロー空港で2年に一度偶数都市の7月開催されているファーンボロー国際航空ショー。今年は7月22日から26日まで開催されているんだけど、次期戦闘機の参加国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが自社ブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているみたい。航空自衛隊は戦闘機について3機種を運用する方針で、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング 2AB と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15JDJ、三菱重工業製の第4世代 F-2 戦闘機を運用しているけど、F-2 戦闘機は2035年から退役開始予定のため、その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発製造を目指して同年から収益させる計画を立てていたみたい。ちなみに、F-15J はパイロットが1人の短座型、F-15DJ は2人乗りの複座型で、35の A タイプは通常離着陸型だが B タイプは垂直短距離離着陸機型 STOVL で、現在海事が軽空母改修を進めている出雲型護衛艦の改修完了後に艦載機として運用される予定だぜ。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは2010年8月に防衛省が、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表して以来で、この中では将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターを提唱しているわけだ。この I-3 ファイターのコンセプトとされたのは、20年後の2030年頃までに実現させるものとしてクラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジン電子戦に強いフライバイライトなどであり、30から40年後の2040年2050年頃に実現させるものとしては将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが示され、これらの開発のため技術研究が進められたな。また、この時点では後継機種については開発コストがかかりすぎるため、海外からの導入を検討すべきという意見もあったよ。さらに契約金額が数兆円単位になるので海外からの注目度も高く、2018年7月時点、ロッキード・マーティンが第5世代ステルス戦闘機で世界最強の制空戦闘機と呼ばれている F-22 ラプターに、F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案したんだ。他にもボーイングは F-15 をベースとして F-15JDJ よりもさらに性能を向上した機体、イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みは激しく、中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかという推測が大勢だったみたい。2018年12月18日、第4次安倍内閣の閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定され、中期防において将来の戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとされ、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されたよ。国際協力も視野に入れながら日本主導での戦闘機開発に着手すると決定。海外の既存機を導入しても国内防衛産業の技術蓄積というメリットはなく、価格ダウンが期待できないから、次期戦闘機に関しては国内企業主導による開発を進めるという方針を示したわけだね。2020年10月、当時の岸防衛大臣は三菱重工業を開発主体に選定、正式に契約を結んだことを発表。その他三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画して次期戦闘機開発が本格的にスタートしたよ。とはいうものの、日本はこれまで戦闘機を独自に開発した経験はなく、
国産戦闘機とされて平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機でさえ、ロッキード・マーティンの F16 ファイティング・ファルコンの派生型に過ぎないと酷評されているほどで、高性能な次世代戦闘機の開発には海外企業による協力は必要不可欠だったわけだ。海外の協力企業は2020年末までに選定するとされ、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれ、2020年12月、防衛省が支援海外企業としてロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったと明らかになったぜ。しかし、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアはグローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で進行中だった。次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、第6世代戦闘機を共同開発してそれぞれに配備すると発表したな。2023年12月14日、東京で日本、イギリス、イタリア3カ国防衛省会合が開催され、その席上、木原防衛大臣はイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイド・クロセット国防大臣と共にグローバル戦闘機プログラム GCAP の管理目的の国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための条約として GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結され、こうして次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したね。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルは、これまで三菱重工業や BAE システムズが発表していたコンセプトモデルと比べると主翼が大きく変化したようで、三角形のデルタ翼になったので幅が広がったんだ。この理由については海外メディアが推理していて、戦闘機同士の空中戦ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして、次期戦闘機は空中戦で重視される機動性より、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐように方針を転換したのではないか。また空気抵抗をより低減するデザインにして、主翼の広がりで揚力が増すことでミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかということみたい。次期戦闘機は日本にとっては F2 戦闘機の後継であり、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継となるな。どちらも空中戦能力のみならず対地攻撃能力が重視されているため、ペイロードの増加は重要ポイントだぜ。BAE システムズでは、2024年7月、ファーンボロー国際航空ショーの前に東京で開催された説明会で、設計最中であり、コンセプトモデルが最終的な形状ではないが、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べているので、翼の後ろ部分をデルタ翼にした変更したことも設計の進展を反映したものとみられ、フルスケール模型公開によって、今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたという声も上がっているらしい。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙では政権与党の保守党が大敗して労働党政権に変わることになり、ということは国防政策が見直される可能性もあり、開発費が見通せないという GCAP からイギリスが離脱するのではないかと見られたんだ。しかし、ファーンボロー国際航空省に姿を見せた労働党のスターマー新首相は、GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べ、開発の重要性を強調したようで、この事実を見る限り、新政権でも GCAP は継続されるという見方が広がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。航空自衛隊ではアメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めているんだけど、105機の配備が予定されている通常離陸型の F-35A の他に、垂直短距離離着陸ショートタケオフバーティカルランディングストーブル型の F-35B を42機導入する計画だね。この F-35B を艦載機として運用するために海上自衛隊最大の護衛艦である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH 出雲及び、加賀において軽空母として運用できるようにするための改修工事が実施されているらしいな。
今回はそんな護衛艦加賀が、2024年中にアメリカ東海岸で F-35 運用評価試験を実施する件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月13日にアメリカ海軍とアメリカ海兵隊の調査研究所である、アメリカ海軍調査研究所ユナイテッドステイツネイバルリサーチラボラトリー NRL が、日本の空母が2024年に F-35B 運用評価試験を受けるためにアメリカ本国の大西洋側にあるパタクセントリバー海軍航空基地に来訪すると発表したことが話題となっていて、この場合の日本の空母とは2023年中に飛行甲板の形状変更改修が完了した加賀を指しており、2024年中にアメリカ東海岸に赴いて長期間にわたって滞在して、F-35B 運用評価試験を受けるものとみられているよ。この F-35B 運用評価試験とは空母上で F-35B を運用するにあたって適切であることを証明するために必要な手続きで、F-35A と F-35B に艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である F-35 ライトニング2統合プログラムオフィス、F-35 ライトニング2ジョイントプログラムオフィス JPO が、空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上において安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストのことだね。この試験はアメリカの東海岸大西洋側にある、パタクセントリバー海軍航空基地メリーランド州に所属する試験評価飛行部隊 VX-23 のみが実施する試験であるため、F-35B の運用資格取得を希望する艦艇はアメリカ東海岸まで航行して出向く必要があり、試験はそれぞれ個艦単位で実施されるため、たとえ同一設計の同級艦であったとしても必ず運用を希望する艦ごとに認証テストを受け直さなければならないんだ。これまでアメリカ海軍で F-35B を艦載して運用する原子力空母や強襲揚陸艦などの他に、イギリス海軍のクイーンエリザベス級空母のクイーンエリザベスとプリンスオブウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブールがあり、護衛艦加賀がこの試験に合格すれば、F-35B を運用できる空母を保有する国として日本が4番目に名乗りを上げることになるな。イギリス海軍が威信をかけて建造した正規空母クイーンエリザベス級の1番艦クイーンエリザベスと、2番艦プリンスオブウェールズは、基準排水量4万、5000トン満載排水量6万、7699トン全長 284.0 メートル最大幅73メートル水栓幅39メートル喫水 9.9 メートルと、中国がウクライナから買い取って初めての保有空母となった、遼寧旧ソ連海軍が設計建造していたバリアーグに匹敵する大きさがあるぜ。クイーンエリザベス級空母の特徴は、アイランド型の環境構造物が艦首側の航海作戦用環境と、間にエレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用環境の3つに分割して設置されている外観にあり、これはどちらかの環境が攻撃によって使用不能になった場合の降誕性を確保するとともに、3つのアイランド間に煙突を配置することで直下の艦底に配置されている機関から排出される排気通路を短縮することが可能となり、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されているんだって。搭載機数は最大で F-35B を36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機の発着艦は発艦にスキージャンプ台を用いて着艦は垂直降下する STOVL ショートタケオフバーティカルランディングストーブル方式が採用され、発着艦兼用の滑走レーンは艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式となっているよ。ただ、同級の飛行甲板が左舷側に大きく張り出していることから、将来的にアメリカ海軍の原子力空母のようにアングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦制動用のアレスティングワイヤーをすることで、キャトーバーカタパルトアシスティドテイクオフバットアレスティドリカバリーキャトーバー方式や、中国海軍の遼寧と山東などと同様のスキージャンプ台からの発艦とアレスティングワイヤーによって、着艦制動を行うストーバーショートタケオフバットアレスティドリカバリーストーバー方式に対応することが可能とされているな。また将来的には大型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の運用が想定されているために、
2021年頃からキャトーバー方式への改装が検討されているのであるが、当初は UAV への対応だけを想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤーの設置が検討されていたぜ。しかしその後、F-35C や FA-18E スーパーホーネットなどの有人固定翼機の運用も検討され始めたため、官能源側に UAV 用に55メートルの長さのカタパルトを設置した上で、左舷側には90メートルの長さの電磁式カタパルトを設置し、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているらしい。クイーンエリザベスにおいては2018年9月に、やはりアメリカ東海岸のメリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施されていて、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練が実施され試験に合格していたよ。そして2番艦のプリンス・オブ・ウェールズは当初2021年に運用評価試験が予定されていたのであるが、2020年10月に大量の海水が機関室に浸水する事故が発生して電気系統の設備が水没してしまい、その修理に長い期間を要してしまうんだ。その後改修工事が完了したプリンス・オブ・ウェールズは2023年10月にメリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけでなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する SRVL シプボーネロリングバーティカルランディング試験も実施され、10月29日には初めて F-35B による夜間 SRVL も実施されたことが伝えられたね。またイギリス海軍の2隻の空母の他にも、イタリア海軍が運用している軽空母カブールで F-35B を運用するための運用評価試験が2021年3月に実施されたぜ。カブールは基準排水量2万2130トン満載排水量2万7100トン全長 236.5 メートル水線長 215.6 メートル最大幅 39.00 メートル喫水 8.7 メートルと、海上自衛隊の出雲型護衛艦より満載排水量で約3000トン上回るが全長は 11.5 メートルほど短い艦隊で、STOVL 機の AV-8B ハリアー2、8機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターを8機搭載している軽空母だな。イタリアの空母は、カブールの先代にあたりカブールの収益によってヘリコプター揚陸艦に艦種変更となったジュゼッペ・ガリバルディ以来、護艦防御用の武装が重装備であることで知られていて、ジュゼッペ・ガリバルディはフリゲート並みの重装備とまで言われていたらしい。カブールの兵装は 76mm 単装速射砲が2機、25mm 機関砲3機に加えて、フランスのナバルグループが開発したシルバー A43 垂直発射システム VLS が8セル ×4 機で32セルあり、単射程型の艦対空ミサイルアスター15が装填されているね。出雲型護衛艦を軽空母として改修を進めることが決定されたことで、日本が世界で4番目に F-35 を艦載機として運用する国になることを受け、日本政府と防衛省は海上自衛艦と航空自衛艦からなる視察団を、2023年10月末のプリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣して、同艦において実施された試験を視察させて情報収集に努めたんだ。プリンス・オブ・ウェールズでの試験の中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も行っており、加賀でも同様の試験が実施される可能性があることが指摘されているな。今回は先に飛行甲板の形状変更などの空母化改修が進んでいた加賀が派遣されて F-35 運用評価試験が実施されるんだけど、同型艦の出雲についても次の改修が実施され次第同様の試験を受けることになり、それらが全て完了する頃に海上自衛隊に太平洋戦争以来念願とされていた空母艦隊が誕生するかもしれないとして期待が膨らんでいるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2019年3月14日15日の2日間。
日本の本州の南方海上において日本、アメリカ、イギリスの三家国の艦艇航空機による共同訓練が実施されたよ。この日米英による共同訓練は今回で2度目の開催であり、前回つまり初回の実施は2018年12月で同じく海域となる太平洋上で行われたぜ。今回はそんな日米英合同訓練について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日米英といえばくしくも第一次世界大戦後から第二次世界大戦までの間、世界の三大海軍国と呼ばれた国々だが当時と大きく異なるのは中国海軍の台頭を念頭に置いている点だね。2018年12月の共同訓練には海上自衛隊からは護衛艦出雲が参加し、イギリス海軍のフリゲート艦アーガイルとともにアメリカ海軍の潜水艦を敵に見立てた対潜哨戒訓練を行ったよ。今回の2019年3月の第2回目の共同訓練には、海上自衛隊から護衛艦村雨と潜水艦、イギリス海軍がフリゲート艦モントローズ、アメリカ海軍の対潜哨戒機が参加したみたい。第2回目の方が小規模な実施となったが海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名までは公表されておらず、今回はこの潜水艦が敵役を演じたものだと考えられているな。航空機は海上自衛隊が P-1 哨戒機、アメリカ海軍が P-8A 哨戒機を参加させており、これらが艦艇と共同で海上自衛隊の潜水艦を相手に訓練を行った模様だぜ。ただ参加した潜水艦の数は不明であり、敵役だけでなく複数の潜水艦が敵味方に分かれてそれぞれに対潜哨戒機水上艦艇と連携したことも考えられるらしい。こうなってくると公表されていないこの訓練の結果、つまり敵役と味方役のどちらが勝ったのか、もしくは優勢だったのかが非常に気になる部分でもあるな。どちらにせよ太平洋に面し、これまでも日米同盟に基づく共同訓練を行ってきた日米に加えて本国から遠く離れた海域にまで艦艇を派遣したイギリスには注目だろうね。イギリスは将来的には最新鋭の航空母艦クイーンエリザベスをもこちらの海域に派遣する予定だと伝えられており、中国海軍への対応に注力する姿勢がうかがるよ。ただし今回参加したイギリス海軍のフリゲート艦モントローズは、もともとは北朝鮮が行っている洋上での違法な物資供給を監視する目的で派遣されていたものだな。いわゆる瀬取りと呼ばれるこの北朝鮮の違法行為に対し各国が経済制裁を無効にしかねないとして、カナダやオーストラリアをはじめフランスも哨戒機の派遣を行っているぜ。イギリス海軍のフリゲート艦モントローズは多くの海上自衛隊の護衛艦と同様にヘリコプターを搭載しており、これらを活用し洋上の監視任務に当たっている状況だね。ちなみにフランスも日本とインド太平洋海域における共同訓練実施に大筋で合意しており、フランスの誇る原子力航空母艦シャルル・ド・ゴールの派遣も予定されているぜ。こうしてみると西側諸国の保有する航空母艦の多くが日本の近海に集中することとなり、海上自衛隊の出雲加賀の改修後にはさらにその傾向が強まると言えそうだな。もちろんこの背景には南シナ海で圧力を強める中国海軍を牽制する狙いがあり、もはや一国では中国に対抗できない西側各国の協調路線が鮮明になったものと解釈できるよ。このような動きの中で日本をはじめ中国海軍への抑止力として期待されるのは、やはり第5世代のステルス戦闘機、F-35 シリーズの配備だと思われるね。海上自衛隊は護衛艦出雲加賀を改修し F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることが確定しているんだけど、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスも同様なんだ。すでにアメリカと F-35B ステルス戦闘機の共同運用を開始しているクイーンエリザベスは、海上自衛隊にとっても非常に有益な参考例となるんじゃないかな。ただし発艦用にスキージャンプ方式を採用したクイーンエリザベスより、出雲加賀にとってはアメリカの強襲揚陸艦での運用の方がより近いと言えるかもしれないな。F-35B ステルス戦闘機については、その短距離離陸垂直着艦という特性を実現するための構造上、どうしても耐用年数や航続距離が短いという欠点を内包しているぜ。しかし同機が持つ高度なステルス性能と最新のレーダー技術は、
仮想敵たる中国海軍の索敵網を超える作戦行動が可能だと目され、数で劣る自衛隊には欠かせない戦力だと言えるな。遼寧をベースに今後は自国建造でカタパルトを備えた大型の航空母艦を配備しようとしている中国海軍に対し、F-35B ステルス戦闘機と潜水艦は必須の戦力と言えるだろうね。一方、アメリカ海軍の原子力航空母艦は現在の主力の F-18 戦闘機に変えて、F-35C ステルス戦闘機の配備を進めている状況だぜ。これも全ての機体を一気に代替するわけではないため、任務に応じて F-18 戦闘機と F-35C ステルス戦闘機を併用する運用となるんだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。